ということで今日は初心者トレーダーからの脱却第1回目ということで進めていきたいと思います。まずお題はですね、月間収支プラスを目指そう、攻めるのはそれからだというね副題を付けさせていただいております。よくツイッターとか YouTube で、爆益っていうね、ところで1回で100万円儲けたとか200万円ゲットしたとかそういったお話あるかもしれませんけど、あれはね、ごく一部のトレードだと思いますし、これをね、求めていくのは月間だとか3ヶ月とか半年とか1年で負けなくなってきてから攻めていただければと思いますので、まずね、初心者脱却、広い範囲で言えば1年間やってマイナスじゃない方がね、そういったところにチャレンジできるかなと思いますので、最初から爆撃狙いますと、間違いなく溶かしていってしまいますので、そのあたりはね、やっぱり物には順番がありますので、そういったところを体系的に、お伝え、させていただければと思います。そしてですね、今日目次でございます、はい、ちょっと今日皆さんの期待には応えられないかもしれませんけど、今日は勝つ手法というのは、お知らせいたしません。というのはですね、いつもライブとかでもお話ししてますけど、勝つ手法って、たくさんあります。例えば、ね、移動平均線と平均足とか私も言ったりですね、あと三角フラッグ、三角ペナントの上抜け、下抜けとか、あとね、ボリンジャーバンドを使うだとか、フィボナッチを使うとか、いろんなのあると思うんですけど、勝ち方ってね、結局いくつもあるんですよ。ただ、大体負けてしまって大損をする方タイプというのは、もうかなり集約して絞られてしまいます。で、今回はいくら勝ち方を覚えても最終的にはやったらあかん、負けちゃうトレードをやっちゃうと結局はいくら勝っても失ってしまいますので、その負けを排除するような考え方とこういったことをやってはいけないということを学んでいただきたいと思いますので、ちょっと今日はね、期待外れ、これやったら勝てるんじゃないっていうようなお話はしませんので、はい、ご了承いただければと思います。目次の方はね、ずらっと並んでおりますけど、まあ、初心者トレーダーって何ぞや、2番目、初心者トレーダーってどういう行動をするとか、勝ち組の方はね、どういったトレードを考えていくか、逆に、あ、4番違いますね、これ敗者ですね、4番敗者のトレードに対する考え方ということでね、はい、ちょっとこれは修正させてありますけどね。そして、5番目、どうやったら初心者から脱却できるか、6番目、具体的なアクションプラン、どういうふうな行動をとっていくか、それで注意すべき点と次回テーマについても触れていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では1番目ですね、初心者トレーダーの定義、これ私が勝手に定義つけてますので、一般的なものではございません。先ほども少しお話ししましたが、ある一定期間ですね、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、まあ1年です。はい、1年間通してトータルマイナス収支のトレーダーは私は初心者から思っております。はい、あ、ちなみにこの資料は、言い忘れましたけど、後では皆さんの今日参加いただいた方全員にメールを送りますので、そこで載ってきますのでね、今日は画面に集中していただければと思います。はい、やっぱりね、1ヶ月、2ヶ月、偶然勝てる時もあるかもしれません。勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなしというね、よく使う、野村監督、亡くなってしまいましたけどね、はい、言葉ありますけど、ラッキーでね、ビギナーズラックで勝てるかもしれませんけど、やっぱり1年間ね、ある程度トレードをして、勝てるかどうかというのが初心者の分かれ目かなと思っております。で、よくね、あるのは基本的な知識ですね。例えばこういう手法、俺は私は知ってるぜとか、こういったトレード用語、難品とか土天外とかね、そういったものを知ってるぜっていうのが別に、経験者、初心者トレーダーというわけではないですね。あと経験も1年以上やってるから初心者じゃないよっていうわけではないです。あくまでも利益を出すためにトレードをやってますので、1年間でプラス出せるかどうかというのが初心者の定義かなと思っております。そしてですね、私もいつもライブの方でもお話を、アンケートを取っておりますけどね、 FX トレーダーの半分以上は初心者トレーダーじゃないか、要は1年間通して勝てていないんじゃないかなというのがあります。よくは、まあ、8割から9割が負け組じゃないっていうのがね、よく言われておりますけど、まあ、そこまではいかないかなとは思いますけど、やっぱり半分以上の方がですね、年間収支でマイナスになっちゃうかなと思います。ちなみにですけど、聞いていいですか皆さん、今年まだマイナスって方いらっしゃいます？まあまあまあ、そうですね、はいはい、
名誉のため名指しはしませんけどね、はい、ということでやっぱりそうなんですよ。1ヶ月2ヶ月勝てたとしても、例えば金曜日、ね、ドカンといきなりね、欧州のコロナが急にわーって、まあ、前からあったんですけどね、オーストリアがロックダウンするかもと、でドイツも、ロックダウン検討しているというところを受けて一気にリスクオフになってやられちゃうというケースもあるかもしれませんけど、はい、でやっぱりそういったわからないことも出てきたときにマイナスを最小限で抑えれるか、むしろプラスに持っていけるかというところもね、分かれてくると思います。そして、次で読んでいきますと、勝つための手法を学んだり1年以上の経験があっても初心者トレーダーを脱却できる方は多くないというところでございます。まあ、今お話した通りでございますね。経験の年数、私も20年以上トレードやってますけどね、20年以上やってもマイナスだったらまだ初心者だと思いますし、あとね、勝つための手法を知っているといっても結局はトータルで負けだったらそれは初心者じゃないということを言いたいところでございます。なんか宗教的な感じですけどね、皆さん勝ちたいトレーダーになりたいかっていう形で出させていただきたいんですけど、今日わざわざねお時間作って来ていただいてますので、ぜひ私は、勝てるトレーダーになっていただきたいと思っておりますし、YouTube を、やっぱりね見ていただいている方、関わる方はやっぱり幸せになってもらいたいなという気持ちで YouTube もねこういった勉強会になっておりますので、ぜひ、勝てるトレーダーになっていただければと思います。それではですね、初心者を脱却できるか体系的に学んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では具体的に皆さんこういったトレーダーの行動をしてませんかというところですね。まずね、勝てる手法を探す、これはね間違ってはないんですけど、ただ勝てる手法を探してただけでは、初心者脱却できません。結局やっちゃうのがですね、リスクリワード1以上っていうのはどういう意味かと言いますと、トレードねやって勝ちの平均額と負けの平均額、はい、5勝5敗であってもその5勝の勝ちの平均、例えばそれが2万円だったとして、で負けの平均が5万円だったらリスクリワード1を切るっていう形ですね。勝ちの平均と、負けの平均を割り算して1以上あるかどうかっていうのが、まあ、リスクリワード1以上という形なんですけど、例えば利確を30ピップス、損切りを30ピップスにした場合ですね、ロングの場合、100% 勝てる手法というのはありません。これはもう皆さんご存知だと思います。ただ、初心者の方って結局 100% 勝てるもんと、思っちゃうんですね。要は損切りしなくてずっとそれが勝てるものと思ってしまう。100% 近い勝率というのは、リスクリワードが低い。要は利確は5ピプスぐらいでやっちゃうけど、損切りは100ピプスぐらい持っちゃいますよという手法になっちゃいます。例えば勝率 95% とか 90% と言いますと間違いなくそれですね。なので、こういった 100% の手法なんてないので、正敗探すのはやめましょうっていうのが、ね、私の言いたいところでございます。どうしても探しちゃうんですよね。そして一回逆方向行ったからといってこの手法を使えねえみたいなね、書き込みとかね、発言をしちゃったりして、ああもったいないなと思っちゃうんですけどね。あと次ですね、皆さんも YouTube 見てると思いますけど、人の予想を信じてトレードしてしまう。例えば、高橋ダンさんとかがこう言ってるから上がるぞとかね、YouTuber の誰々さんが言ってるから下がるぞっていうことを信じて、ああ115円まで上がるって言ったのにとか、118円まで行くって言ったのにっていうことを予想を信じてトレードする。それでね、ポジションを取ったとしても、例えばそういったところね、時間軸ってあるじゃないですか、トレードって。例えばデイトレであれば1日以内で決済するというところと、あと値幅もね、どこまで上がるかどうかなんて絶対分かりませんので、そういったところも、人の言葉だとかを信じてもポジションを取ってもそもそも実力も上がらなければ全く意味がないので、私が言いたいのは上がるか下がるかっていう、ブログだとかツイッターだとか、いろんな YouTube だったかだと思うんですけど、それは全く無視していいですよっていうところを考えております、はい、っていうところで、私は極力 YouTube ライブとか動画でも、上がると思います、下がると思いますというところよりも、上がった場合は下がった場合はっていうことを言うようにしてますけどね、その2つを考えれて初めて、そちらの方は初心者を脱却できるのかなというところでございます、はい、じゃあ逆にですね、勝ち組はどういう考え方をしているか、
まあ、私もあの20年ぐらい、トレードやってきましたし、まあ、昔セミナー行ったりだとか本もいろいろ読んだりだとか、まあ、トレーダーさんにも知り合いがいますのでそういった方といろいろお話してますけど、まあまあ集約するとこんな感じかなというところでございます。勝ち組はですね、1回のトレードの勝敗は気にしない、まあそうですね、トータルで勝てるかどうかを気にするということでございます。はい、まあ後で負け組と言いますか、初心者トレーダーさんの考え方ですと1回に固執しちゃうんですよね。1回に固執するイコール損切りしないってことなんですよ。全部勝とうとする。そうじゃないよ、1回のトレードは気にしなくてトータルで勝てるかどうかというのを気にするのが要は年間でプラスになる人の考え方かなというところでございます。まあ、それに通ずるものでございますが、損切り、まあする人としない人って分かれると思うんですけど、勝ってる人は大抵ですね、損切り躊躇しないです。先ほどのお話にもしましたけど、どんな手法でも3割から4割負けるんですよ。リスクリワード1対1だったらね。利確5ピプスの損切り100ピプスだったら、勝率は 95% あってトントンぐらいだと思いますけど、30ピプスの利確損切りであれば勝率は6割7割いけば十分でございます。で、3割4割負けてしまった時の行動が負け組か勝ち組かというところを分かれると思います。で、あと、ね、難品ですね、難品をする人、難品の意味は分かりますよね、皆さん。難品をしたことある人います、いらっしゃいますか。難品、はい、はい、ありがとうございます。はい、難品はね、初心者ほどしちゃうんですけど、ロット数上がりますのでかなり難しくなってくる。上級者だったらやってもいいと思いますけど、初心者さんは難品やらない方がいいです。難品っていわゆる、マイナスになっちゃった時に、同じポジションを持つという考え方なので、もうそこの時点で逆いってるんで間違いを認めれるかどうかなんですよね。で、難品しちゃうとどういう弊害があるかというと、切るに切れないっていう状況になりますね。皆さん、いや損失が3万円ぐらいだったらいいんだけど、もう損失が15万円になっちゃったやつがね、そうなったら切るに切れなくなっちゃうんで、じゃあ最初の3万円で切っておけばよかったなって思うときあると思うんですけど、難品やるとそういった切るに切れない状態になったりだとか、あとその例えばロングで損しちゃってるときだと、その時間がもったいないですよね。例えば損切りしてれば次のまた入るパターンを見つけれるんですけど、難品してる間って上がれ上がれって言って祈ってる時間になっちゃうんですよ。そういった意味で、損も膨らみますし、時間ももったいないかなっていうところなんで、難品はしない人がやっぱり勝ち組多いですね。難品するんだったら損切りして気持ちを一回切り替えて次のポジションを探しに行くというところをやっぱりする人が多いですね。あと、これ大事なことなんですけど、ポジションを取る前に時間をかけるか、ポジションを取った後に時間をかけるか、勝ち組の方はポジション入る前って超慎重ですよ。お気軽にお酒飲みぐらいウィーってね、ロングショートっていうことはまずしません。入るインのタイミングが全てなんですよ。はい、アウトは私適当でいいと思ってます。はい、インのタイミングさえ間違えなければ、そんなに大怪我しないと思いますので、まあ、インのタイミングというか方向性ですね。だからポジション取る前にめちゃめちゃ時間かけます。で、条件に合わないときはトレードしないっていう選択肢が多いですね。でも、負け組の人ってすぐポジるんですよ。で、すぐポジって、ポジった後にチャート見るんですよ。あ、ここにラインがある、ここに抵抗線があるとかね。はい、で逆ですね、ポジション取る前にやっぱり見るかどうか、皆さんもね、振り返ってみてください。過去のトレードでどっちが多かったかなと、長かったかなと、取る前か取った後か、ね、取った後にチャート見てもね、そわそわしちゃいますからね。あと、利確や損切りを決めてからポジションを取る、これは何度もね、 YouTube ライブとか動画でも言ってますけどね。はい、利確と損切りを決める、
例えば利確に関してはある程度、月間とか年間で負けなくなったら利確決めないで損切りだけ決めて伸びていったらピラミッディングということで難品と逆、利益が出てる同じポジションをどんどん積み重ねていくというピラミッディングをやることがあるんで、私利確決めない時もあるんですけど損切りはやっぱり決めますね。でも初心者の方は一回、利確と損切り決めてどんどん繰り返してやっていくことが大事かなと思っております。あとまあこれ私の経験則もあるんですけど、やっぱり勝ってる人順張りです。順張り、はい、まあ、順張りか逆張りかの定義はまたお話しますけど、逆張りというのはね、要は上に上がっていったら天井かなと思ってショートを取る、下に下がっていったら、そこかなと思ってロングを取る、これが逆張りになりますね。で逆張りって難しいんですよ。難しい経済指標とかだったら結構逆張りおいしいところもあるんですけど、通常時にね逆張りしますと結構難しくて、騙しも多いので上級者向けだと私は思っております。まあ最後になりますが、過去トレードの反省はするけど後悔はしないと。やっちゃったことをね悔やむ方結構多いんですよ。あの時ポジってなきゃなって。でももうポジったんだからしょうがないです。スパッと忘れてください。反省はでもしましょう。あ、ここでなんで入ったのかというと、お酒飲んできたか、飲んでたからとか、ちょっとここの1時間足のところがとかね、いろいろ反省があると思うんですけど、その反省をするんですが、過去を悔やんでもしょうがないかなと思いますので、後悔しないでください。自分の取ったポジションをね、はい、というところを、勝ち組の人は考えています。じゃあ逆です。まあなかなか初心者ね、脱却できない方って当てはまるのがね、何個かあるんじゃないでしょうかね。1回のトレードの勝敗を気にして損切りしない方、例えば、ちょっとの何百円とか何千円の損でプラスになったら切ろうっていう人もいると思いますけど、あんまり1回の勝敗はね気にしてもしょうがないんですけど、やっぱりどうしてもプラスで決済したいとかね、思う方がいると思いますんで、敗者の方は1回のトレードを勝敗して損切りがなかなか、まあ、しないというかできない方が多いかなと思います。結果としまして、損を出したい気持ちがより大きな損失になってしまうというところですね、はい。で、3番目、まあ、これ逆のことなんですけどね、難品やっぱりしちゃいます。これはなんで難品するかというと、1回のトレードでね勝ちたいからなんですよ。で、プラスマイナスゼロに持っていってから攻めて決済したいっていう気持ちが逆に膨らませてしまう可能性があるってことですね。あとは、ポジションを取ってからチャートに張り付くという形ですね。なかなか記憶経験ないですかね。私はよくポジション取ってから、利確と損切り入れて、あ、じゃあトレーニングジム行こうとか言って、あと買い物行こうとか言って、出かけるんですけど、ポジション取ってからね、もうやっぱり何もできないとか、で大きく損しちゃったらもういいや寝ちゃえとかね、現実逃避する方もいるかもしれませんけど、それはやっぱ、ダメですね。ポジションを取ってからチャートに張り付く、こういったところよりも最初に利確損切りを入れたんだったらもうそのまま、はい、曲げずにやっていただけるんですね。まあ損切りは早くしてもいいと思います。で、利確や損切りはポジションを取ってから考える。これ何がいけないかというと、チキン利確になっちゃうんですよ。チキン利確、利確ラインを決めてないとマイナスに行ってから上がってきただけで、あ、戻ってきたって言って、すぐ決済しちゃうということであります。あともちろん損切りもね、1回マイナス方向逆方向に行っちゃったけど、ちょっと時間軸を変えて、さっき15分足で入ったけど1時間足だったらまだここのサポートがあるとか言って損切りも遅れてしまうケースがあります。ポジションを取ってから考えてしまいますと冷静な判断ができないので、ポジションを取る前にやっぱり利確損切りは決めていくかなというところが必要になります。精神論も続きますが、こちらですね、底ロング天井ショートの逆張りが大好き、ね、逆張りって決まるとすごい利益が大きいんですよ。気持ちいいですよね。思い切りボーンと上がった時にショート取って
ガーン下がったらめちゃめちゃ利益出ますので、はい、ただね、勝率が悪いんですよ。勝率が悪いで、たまにね、どん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 突き抜けていって大きく負けちゃうっていう方、で逆張り私やってもいいタイミングがあるんですけど、ただ損切り入れないといけないですし、ロット数もね考えないといけないんですけど、逆張りは上級者用です。難品逆張りは上級者用と思ってください、はい、最初からプラスが年間で出てないのにやってもしょうがないです。あとは、過去トレードのタラレバを考えてしまう。あー、これ損切りしなくて持ってたらプラスだったのになーとかないですか？それ考えても無駄ですから。あー、この時切っとけばなー、損しなかったのになーとか、これも時間の無駄です。もうそこは検証終わったら次のポジションのことを考えればと思いますので、こういったところは徐々に捨てていきましょうというところですね。また具体的なアクションプランでどうやったらこういった感情を排除できるかというのもお話ししていきたいと思います。ということで、4番までサクッとお話しましたけど、なんかこれどういう意味ですかとか、こういった場合どう考えるんですかっていう、今のやった真ん中で何かご質問あればちょっと中間地点でございますので、どうでしょうか。じゃあ、どんどん続けていきますのでね、はい、お願いいたします。じゃあ、どうすればね、初心者から脱却できるかというところですね。これも精神論になってきますけど、6番目にね、具体的なアクションプラン、こういった行動をしていきましょうというところとか、チャートもね、使って説明していきますので、もうちょっと精神論をお付き合いください。どうすれば初心者から脱却できるかということですね。手法にこだわることをまずやめましょう。この手法だけでやっていくよとか、ね、手法でこだわることはいいんですけど、順番が違います。まずは手法よりもやっちゃいけないことをやらないことが大事です。その後に手法はどんどん足していきましょうという形なんで、例えばこの手法を教えてほしいですっていうのはまだ早いです。このトレードを排除するだけでトレードは驚くほどめちゃめちゃ損はしなくなります。勝てるかどうかは別として、めちゃめちゃ損することはなくなります。今個別指導の、さっきお話したんですけど、個別指導はだいたい20人ぐらいの方がやっていただいてるんですけど、私個別指導やってる方はご存知だと思いますけど、条件を付けさせていただきました。利確と損切りを決めてください。1回に、10万通貨1億とまでしか取っちゃいけませんよ。で、逆張りは極力禁止してねっていうような条件をつけて、今、2週間ぐらいトレードやっていただいてるんですけど、利益率は残念ながらちょっとマイナスなんですけど、今 98% です。元金が例えば1000万に対して、皆さんのトータルが、まあ、980万ということなので、2週間トレードやってそんな減ってないんです。なので、これやったら大きく負けるっていうのを外すだけでほぼトントンで、まあ、上手い方はね 10% 増えてる方もいますし、悪い方で 10% 以上マイナスの方いないんですよ。個別コースの方です、はい、今日ちょっと残高だけ私は分かるので確認してきました。そう考えますとやっぱりドカンと負けなければチャンスは見えてくるんで、先ほどね、勝ってる人の考え方や資金管理ですね、これさえやれば長く相場に生き残れます。長く相場に生き残れればチャンスが見えるようになってくる形になります。大体皆さんもね、最初から入ればね、どん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 稼ごうと思って逆に溶かしていって、あ、もうやめたっていう形で相場から消えていく方が多いんですけど、それなりにね、トレードしながら長く残っていけば、あ、こういう時ってこうやって攻めれるんじゃないですかっていう疑問とかも湧いてくると思うので、ぜひその状況になっていただきたいなと思っております。よくね、お子さんいらっしゃる方は分かると思うんですけど、まあ、私もね、高校3年生、中学3年生、今小学4年生の子供がいるんですけど、勉強は塾とか行かせるじゃないですか。で、スポーツもね、スポーツクラブとかコーチがいるじゃないですか。でもトレードって皆さん我流でやりません？結構、ね、YouTube とか参考にするかもしれませんけど、結構我流の方も多いです。なので、今回のコミュニティでは体系的に学んでいただくことをまずはね、6回やってみようということで、この勉強会の1回目でございますので、体系的にね、やっていきましょう。
我流は皆さんが、負けなくなってから自分の味は出していただければと思います。負ける方って素直じゃない方多いんですよね。結構あの人はああいうふうに言ってるけど自分はこうしようってすぐ自分のやり方にね持っていっちゃう。せっかく教えてるのに自分のやり方やっちゃうっていう方もいると思います、ね、私もね何度か弟子とは言いませんけど個別指導このコミュニティの前ですからねやったことあるんですけど結構ね勝手にトレードしちゃって、損して消えていっちゃう人がいるんでもうそれでめんどくせえと思ったんですけどもう一回私はやり始めましたので、はい、ぜひついてきていただければと思います、はい、ちょっと個別の方には口うるさく言うかもしれませんけどよろしくお願いします、自分のスタイルは後から出してくださいということですね、負けなくなって感じです。まずは基本を学び相場から退場しないことがあれば、チャンスはやってくるというところでございます、はい、あとね、予想することをやめましょう。予想上がると思うか下がるか上がると思うか下がると思うかというのは考えてもいいんですけどそれでポジションを取っちゃダメよって聞いてその辺のニュアンス難しいかもしれません。上がった場合こういう動きをしたらその上がる根拠としてここのサポートが入ったらポジションを取ろうとか下がった場合はここでレジスタンスを受けたらショートを取ろうでそれをその通りに動かなかったら様子見です。基本的にはという考え方で上がると思うからロング下がると思うからショートじゃなくて上がった場合を考えていて上がる場合にはこういう動きをしたら上がるんじゃないかなそこでそういう動きになったなろうかと思うところで、チャート上に見えたらロングそこのショートのきっかけになりそうなこう自分がなったらというところでショートを取っていくそれでやっと勝率は、利確損切りが同幅で6割7割ですよ。それだけやって勝てるトレーダーもそうです。それで9割勝てる人いないですからね。動画はね。だからそこまで、ここでこういう動きをして納得して入れて、6割、7割しか勝てないというところ。で、もう負けたら切る。納得してね。そういった形になる。まあ、今言っちゃいましたけど、上がるか下がるかって分かんないですよね。そこが分かってから初めてトレーダーってスタートします。ちょっと何言ってるか分かんないかもしれませんけど、はい、上がるか下がるかって分かんないですよ。だからよく私がいつも YouTube ライブでなんかそっけなくなるときあると思うんですけどゴールドは上がると思いますかとかいう質問がたまにね来ると思うんですけどそういうときはちょっと私塩対応になっちゃうかなと思うんですけどそんなの分かるわけねえよと思ってね、はい、でも一応ライブだからあー分かんないですねとかいう話してるんですけど、うん、上がるか下がるのかなんて分かんないです。上がった場合は、まあ、この辺まで行く可能性が高いですよね。下がった場合はこういうきっかけで下がる可能性がありますよねっていうのはお答えしますけど、はい、で、ね、ああいう質問とかもね、例えば上がった場合はここの、レジスタンスまで上がると思うんですけどどう思いますかとかいう質問だったらおおそうですねっていうような、ね、いい質問だなと思うんですけど上がると思いますか下がると思いますかというご質問はですねちょっと、まあ初心者といいますか相場トレードがね分かってない方の質問かなと思いますので今日参加された方はそういうコメントはね控えていただければと思いますのでよろしくお願いします、はい、で、優位性のあるポイント優位性のあるポイントというのは自分が想定しているポイントですね、はい、まあ、その手法というのはまた次回で詳しくお話ししていきますけど今回はあえてお話はしませんが、そのポイントで繰り返しトレードして10回やって6勝4敗でいいんですよ。7勝3敗なんだったらもう大勝ちですよ。リスクリワード1対1でね30ピップスと、利確30ピップス損切り30ピップスで6勝4敗だったら2つ勝ち越すじゃないですか。それで60ピップス取れるわけですよ全体10回やってね。でも1回で皆さん100ピップス狙ったり50ピップス狙っていくと思うんですけど10回やってどうよっていう世界ですから、はい、そう考えるとやっぱり損切りってきっちり入れないといけないですよね。トータルでね、ADいきます。で、一番大事といいますか、このページ大事なのは、3、4割は何回も言うんですけど、負けるんですよ。含み損抱えちゃうんですよ。で、その時の含み損を抱えた時の行動、その時の行動が勝ち組なのか、初心者になるのか、明暗を分ける形になります。後からも説明しますけど、含み損抱えた時の行動って3つあるんですけど
わかります？放置、難品、損切り、はい、皆さん何します？放置して寝るとか、現実逃避どっか行くとか、あと難品して取り戻そうとするか、損切るか。これはね、損切りです、はい、放置難品って時間もったいないし、損膨らむ可能性がある。まあもちろん戻ってくる可能性もあるかもしれませんけどね。 そんなことを何回も繰り返してたら、はい、もうお祈りですね。トレードじゃないですね、という形でございます。まあ6割勝てる手法、7割勝てる手法というのはね、まあ時と場合にもよりますけど、まあ大体いけるんじゃないかというのはいつも言ってるね、私の平均線と移動平均線と平均足なんですけど、まあそれはまたね、説明します。具体的なオプションプランをやっていきましょう。これは私がいつもお話ししている移動平均線と平均足のところと、あと今回、個別指導の方にこういったことはやっちゃダメよっていうことを言ってることを今まとめてみましたね。じゃあちょっとチャートの方出していきましょうか。せっかくなんで、いつものやつですね。最近いいチャートはないんですけどね。まあこれでね、いつもライブとかをね解説してますけど、基本的にはですね、いつも設定しているのが、まず私はデイトレの場合は1時間足を使ってます。で、一方的な展開になると15分足も使います。15分足、結構ね、1時間足でも15分足でも時と場合によると思うんですけど、例えばですね、1時間足、まあここの下落、水曜日の下落ですね、これは住宅着工件数が悪かったのかな、思い返してみるとね、それまで結構下がっ、ヨーロッパ時間から下がってきて、住宅着工件数でドーンと下げたところなんですけど、1時間足だったらね、いつも私いうところ入れなかったと思うんですけど、案外15分足だったらここにポイントがあるんですね。よく言ってるのが、移動平均線が右下下がりであれば、これちょっと復習になります。私の YouTube いつも聞いてる方ですね、まず移動平均線の傾きが必要ですよね。その下側で陽線から陰線に切り替わるタイミングですね。こういったところで、ショートを取っていきましょうと。で、例えば ここの辺りは損切りになっちゃいますね。この3回で入れた方は、利益出てると思うんですけど、ここはね、逆行されちゃってるんで、損切り。まあ、日の変わるところなので、あんまりそこまで起きてる時間ないと思いますけどね。逆に移動平均線が右肩上がりであれば、陰線から陽線でロング取っていきましょう。で、この辺りは微妙にもしかしたら損切りか、同値撤退食らっちゃったかもしれませんけど。で、移動平均線が横ばいだったら見送りましょうっていうようなところをいつも、他の動画とか YouTube ライブでお話してますけど、まあ、これやってれば、あんまり方向性間違いません。1時間足か15分足か。動きが激しいときは15分足でいいです。なぜならば一方的な展開になっちゃうんですね。ここを見ていただくと全然入るところないですよね。1時間足だと。で、これ逆にね、プラスのところもさっき見ていただきましたけど、15分足だったら一方的な展開に見えても、火曜日から水曜日にかけてね、いいパターンでベイドル動いてましたので、まあ、こういったところで、ね、移動平均線が右肩上がり、その上側で平均足が陰線から陽線、これでロングできます。ただもちろん、損切りのところもありますよ。それが3割から4割ぐらいあるので、その時は切って、次のパターンを見つけましょう。例えばここでね、この辺でロング取って、この辺でロング取ってしまって、損切りも同値撤退もしないでズルズルやっていて下がっちゃった場合、ずっと持っているともうこれ完全に、ね、ショートのトレンドになっちゃってますけど、ここで切ってなかったらこの時間も無駄なんですよ。このショートで入れるかどうかっていうのも持ってなくて、まだロングを持っているような形になっちゃいますので、やっぱりね、1回1回そこら辺りはデイトレであれば時間区切って利確損切り決めて次の狙いパターンを狙っていくというところが必要ですね。まあ、これがちょっとすいません、基本形というところで
今お話したところが、チャートの時間軸は1時間足もしくは15分足を使用してくださいねというところです。まず真似てみてください。合わなかったら、他の人の手法でも何でもいいですけど、まず、ね、統一した方がいいと思いますので、はい、で移動平均線は、24を使っております。これは単純移動平均線の SMA というやつですね。で、さっきね、ロウソク足の移動平均線の上側にロウソク足か平均足があれば押し目買いですよ。移動平均線の下側にロウソク足があれば、戻り売りですよというところでございます。まあ、さっき見ていただいた通りでございますので、これね、15分足でちょうどいいところがありましたので、移動平均線のこの黄色のラインよりか、平均足、ロウソク足が上側にあるとき、このエリアのところは基本的にはショートは考えないで、ロングのタイミングだけ見ていきましょうということですね。で、こういった形でレンジになっちゃうところがあると思いますので、まあ、そこは私はレンジはあまり推奨しないので、移動平均線の角度がなくなったら、まあ、様子見かなと。そしてまた、これ第1波、ここがきっかけになってね、下落トレンド始まりましたよね。今までは移動平均線を挟んでレンジだったんですけど、移動平均線で跳ね返された。これが第何回続くかは分かりませんけど、こうなったらね、移動平均線の下側に平均足がありますんで、ショートしか狙わない。勝手にこの辺で底だろうと思って、ロングは取らない。というところがね、大事かなと思います。もちろん、ここでね、陽線陰線でショート取ったらこの辺りでね一回損切り食らっちゃうかもしれませんけど、しょうがないです。それは必要経験です、はい、という、スタンスで臨んでいただければと思います。はい、であとですね、3番目、ポジションを取る前に利確損切りを決めておいてくださいというところです。具体的には、1時間足であれば20ピップスから30ピップス、ロングであればね、ピッピッと、ね、現在地が例えばドル円が114円だったら 114.30 にロングの利確、 113.70 に、損切り注文、30ピップスだったね。で、20ピップスかどうかというのは1時間足だったら20から30なんですけど、まあドル円だったら20ぐらいかな、ボラティリティの高い時で30ピップスぐらいだと思います。ポンドだったらまあ30は欲しいですよね。ポン円とかポンドルとかですね、そういったところは30欲しいですね。でさっきの15分足であれば10ピックスから20ピックス利確と損切りを決めて1回トレードしてみましょうというところです。で、途中でもう動かさないでください。利確損切り、後々動かしてもいいんですけど、まず自分のインのタイミングがいいかどうか悪い、いいか悪いかを確かめるためにこのような形で10回トレードしてください。10回。そして負け越したらインのタイミング相場感がまずかったよねっていう形になっちゃいますね、はい、でもよっぽど10回やって 2,3 回しか勝てないっていうケースはそれはあんまりないと思いますけど、はい、0勝10敗とかもまずないと思いますので、ぜひ1回、もう実験でいいです。小ロットでもいいですから、今言ったチャートの時間軸は1時間足から15分足使用してもらって、移動平均線24の上側にあるときは、押し目買いのタイミングまでやっていく。移動平均線の下側に平均足があるときは、戻り売り、ショートだけ狙っていく。でポジションを取るときに、1時間足だったら20から30の利確、損切り、入れておく。同じ幅です。15分足だったら10ピップスから20ピップス。まあ、ポンドだったら20ぐらい必要ですけど、ベーグルとか、はい、ボラティティのちっちゃい時は10ピップス。で、10回やってみてください。多分10回とも全部負けることないと思いますね。はい、で、これを1回やってみて、難品禁止です。難品禁止。逆張りも禁止です。さっき言った移動平均線の下側に平均足があるときは、もうショートだけ。移動平均線の上側に平均足あるときはロングだけやっていきます。まあ損切り注文必須ということで、まあ利確と損切り決めてるんで当然ですけどね。これで一回やってみてくださいというのを個別指導の方には課してるつもりなんですけど、また個別指導の方一個一個インのタイミング見ていって、
逆張りになってたりすると私も厳重注意が行くという形でございますね。これやってると大負けしないですよ。でこれで大勝ちするかというと大勝ちもできません。ただ何回かやってると、あ、ここはもうちょっとロット張っちゃっていいなとか、あ、ここはピラミッティングで利確しなくてもう一回本来利確するところでもう一回追撃できるなっていうのが分かるようになってくるんで、基本原則はこれでやって勝てる、大きく勝ちに行くときはロットを増やしたりピラミッティング利益が出てるときに追撃とかできるようになりますんで、これで大きく勝たなくてもいいです。トントンでも OK です。5割でも OK です。ただ勝負どころでロット張ったりピラミッティングができるようになるので、できれば私はいきなり大きな金額を入れるのはやめた方がいいと思います。損切りがね、でかくなっちゃうんですよ。損切りが、私も例えば100万通から一気に行くときあるんですけど、損切りすると30万なんですよ、1回30ピックスやれると。ちょっとそれ痛いなちょっと思うんですよ。30万だとね、10万通からだったら3万ぐらいだったらパーンっていけるんですけど、30万はちょっとね、私の単位だとちょっと大きいかなと思いますんで、だったら最初は、20万通貨ぐらいから入っていって、例えばここを割り込んだらめっちゃ真空地帯で走るなっていう時はピラミッティングで10ピプスごとに20、20、20、20って入れまくってストーンと落ちてくれればもうそこで100万利益取れたとかね、ありますんで、最初から100万通貨でいくとちょっときついんですけど、ここを抜けたら下に走る、ここを上回ったら踏み上げで一気に上がるっていうところが勝負どころが分かると思います。ただ勝負どころやっても結局ヒュッと戻ってきて同年撤退とかありますけどね。まあただそれはしょうがないです。チャレンジした上でのチキン利確になっちゃうんです。これを基本的にやっていただいてトントンで OK です。トントンで6割7割勝てればかなり優秀な方だと思いますけど、これ生き残れれば、ピラミッティング等をできると思いますので、まずこれです。これができないと爆益報告はできないと思います。大きなロットでたまたま利益出た人ってまぐれなんですよ。からこれをちょっと愚直にできるかどうか、できない方は私の個別指導は多分受けない方がいいと思いますね。というところでございますね。じゃあ今日の説明の中で注意すべきとお話しするですね、まとめ編でございますので、一回聞いたことだと思いますけど、どんな手法でも、私の今言った手法も含めてですよ、リスクリワード1以上、要は、平均の利益額と平均の損失額が平均利益の方が高い場合ですね、利確が10ピプスなら損切りも10ピプスということですね。だったら勝率は6割7割あれば十分です。9割の手法は5ピプス取りに行くために100ピプスの利益を取っていると、100ピプスのリスクを取っているというところです。でも考えてみてください。5ピプス取りに行って100ピプス負けちゃうと勝率9割でも負けますよね。勝率 95% でトントンですから。自動売買のプログラミングできる方はやってみると分かるんですけど、コツコツドカンって絶対負けるんですよ、将来的にね。すげえ時間もったいないことなんで、だからどんな手法でも勝って6、7割、その下に含み損を抱えた、要は残りの4割から3割ですね、これの時にどういう行動を取るかが分かれ目ですよ。さっき言いました、難品しちゃうのか、放置して睡眠とかね、出かけちゃうとか、損切りするのか、これです。損切りして次のチャンス、これは10回やった分うちの3、4回の3、4割のやつが来ちゃったんだなと思ってくるんです。難品と放置というのはその場から逃げること、あと失いたくないっていうね、行動で初心者の方これで大体退場します。難品で、難品もよく計画的な難品ね、1回難品してダメだったら損切りっていうのは1回ぐらいはいいかもしれませんけど、あと指標トレードでね、私もよくやりますけど、ギャンブル的にやるときには損失額を限定してだったらいいと思いますけど、ちょっとお勧めはできませんね。で、続いてですね、勝つための手法というのはたくさんあります。
さっきね、私が移動平均線と平均足というお話しましたけどね、勝つための手法っていろいろあるじゃないですか、皆さん、ね、他にボリンジャーバンドを使う方もいれば、いろんな手法、勝てる手法って言ってね、いろいろあると思うんですけど、勝てる手法たくさんあるんですよ、確かに。ただ、時期によっては勝てないケースもあるかもしれませんけど、大事なのは、負けるときの行動です。これができていれば、あまり勝てない時期でも大損してないってことです。この防御ができて初めて攻めに転じれるので、これですね、この3つ、負けるときの行動、何とるか。これによって、トータル的に利益が出るかどうかが、であれば負けるときの行動を排除すべき。難品放置やめませんか、ね、悔しい気持ちわかります。損する気持ちわかります。ただ、もう最初に利確損切り決めると思うんですけど、その損切りを決めたときに損失額ってわかるじゃないですか。10万通貨で30ピップスで損切りだったら3万円ですよね。3万通貨で、30ピップスだったら3000円ですよね。それが痛いかどうか、もう失ったものと思って考えてみると、ロット数は適正かどうか、これが逆算できると思います。皆さん、1回のトレード、1日のトレードで、いくらまで失っていいかって計算してます。まあ、私はですね、さっき30万痛いなと思ったんですけど、1日30万ぐらいまでだったら大丈夫かなっていう、今、自分の心理状態です。はい、でも、一発で30万はちょっと嫌だなと思うんですよね。皆さんの中で単位違いますよね。3000円で痛いと思う人もいれば、300万でも全然痛くないよっていう人ももしかしたらいるかもしれませんけど、じゃあその1日もしくは1回のトレードで負けていい金額が例えば1万円だったら、どれぐらいのロット貼ればいいですか。30ピップスだったら、まあ1万円だったら3万通貨ぐらいしか貼れないですよね。3万通貨で30ピップスマイナスだったら9000円くらいますんで、そういったところでロット数をやってはどうでしょうか。いきなり利益出したいから、これだけ上がったら、これだけ利益っていうのは、結構ね、ギャンブラーの人も、パチンコ屋さんとかスロット屋さんとか行くときにね、ああ、これだけ勝ったら寿司食えるなとか言って行くんですけど、負けた時のことってあんまり考えないケースなんですね。負けた時の損失額、損切りの決めた時の損失額が痛くない、まあ痛いんですけど、痛いんですけど、耐えれるかどうかというところでロット数決めてください。なので私の、個別指導のところは、皆さんに100万円投資をしてもらって、1回の損切りがマックス多分3万円にしていただいていると思うんですよ。30ピックスか。で、100万円のうちの、まあ、3万円だったら、まあ、全然取り戻せますし。はい、というところで、ルールを決めてますので、皆さんもぜひね、ルール決めてください。はい、このロットですね。それにあって、今のマイナス額が大きいと思うんだったら、ポジションを落とすことを考えてください。最初から勝ちにいかなくていいです。後からどんだけでも、どんな相場でも大損しなくて勝てるようになりますから、はい、今は勉強の時です。あと、インした場所を検証してくださいねというところでございますので、土日に私ね、いつも振り返るようにしてます。その延長線上で、来週はこうなったらこういうふうに攻めていこうかなというのを動画を上げてるんですけど、その前に私やってるのは、今週どこでインしたかなっていうのを一回検証してます、自分で。まあ、それが別に動画にもする意味もないので、自分のポジションでね。だけど、皆さんもぜひ1週間、土曜日、日曜日、まあ、お仕事休みの日がいつか分かりませんけど、どこでインしたか見てみてください。それが本当に良かったのかどうか。で、検証しなければ勝てるような習慣ないですよ。でも、1回習慣がついちゃうと、やらなくてもいいんですけど、多分癖でやっちゃうんでしょうね。はい、私は毎週やっちゃいます。その延長線上にやっぱり動画があるというのもありますからね。やっぱりそういう習慣がね、人から見れば毎日毎日私も動画上げてこの人大丈夫かなと思われるかもしれないですけど、もう私習慣になってるんで全然苦じゃないんですよね。動画アップするとかね、ライブやるというのは。だからそういったのが、苦にならなくて習慣になるぐらいの、レベル感になってほしいなというのは思います。楽に稼げるように見えるかもしれませんけど、多分ね、今私は結構楽に稼げちゃうかもしれませんけど、それまではもう習慣になってますからね、はい、あと反省しても後悔するなということで、ぐちぐち悔やむ人いるんですよ、ね、
あの時ポジション取らなきゃよかったなとか、ね、でもしょうがないです、ね、こぼしたミルクは、ね、気にすんなっていうアメリカのやつでしたっけ、ね、でそういったところのことわざもありますんで、はい、過去のことは気にせず、ただ反省していただければいいですよと、はい、で次を見ていきましょうっていうところです。だから、結構ね、人に悪口言われたとしても、私もね、クソコメントをですね、YouTube でいただいても、その時はね、イラッとしますけど、忘れるようにしてますから、ぜひトレーナーもね、反省して、その他のことは忘れていきましょう。ということで、ぼっちぼっちですね、今50分ぐらい経ってますんで、次回のテーマについてもお話をしていきたいと思います。まあ、今日はちょっとですね、初回ということで皆さんのお期待に、ご期待に応えられなかったかもしれませんが、こういったところが、具体的に6、7割ぐらい勝てるんじゃねっていうところをずらずらっと出していきますんで、それもマスターしていただきたい。ただそれを覚えても結局3、4割外すんで、難品とか放置しちゃったら勝てなくなっちゃうんで、先にやらせていただいたんで、次回は、はい、具体的なこういった手法は優位性がありますっていうところでやっていただきます。ただそれでも3、4割負けますからね、リスクリワード、損切り利確同幅であればね、とはいえリスクリワード1以上では6、7割、今回の内容を理解しなければ勝てる手法って学んでも、コツコツね、100万円が300万になっても一発で難品で退場とかありますからね、今回の内容の方が大事です。手法よりも勝てる手法よりも、勝てる手法といっても6、7割です。今日何回言ったかな。そして何回も今回のネタはまた皆さんのメールの方にですね、この資料をお渡ししますので、また見ておいてください。で、頭の中で分かるのと実際に利確損切りのクリックを押せるか、タップをできるのかっていうのはまた別のものでございますので、ここはまず分かったと理解するだけじゃなくて、ぜひ行動に移していただきたいと。で、今回のお話があまり納得できないなっていう方は、まあ、私だけじゃなくて、他の人もあるかもしれませんので、まあ、コミュニティメンバーは別に私強制するものでも何でもないので、まあ、他の、ね、こういったところやってるところ、まあ、有料とか無料とかあるかもしれませんけど、私もよくわかんないですけど、行った方がいいかなと思いますけど、まあ、今回の言うことが少しでも納得感あるということであれば、もうちょっと続けていただきたいなと思います。まあ、私はこうやってやってきたかなというところですね。分かったつもりではなくて、ぜひ行動ですね。うん、まあ、よくビジネス的な観点からいきますと、こういったことを思いついたとかね、考えたっていう人は、ことは、多分、誰もが思うことなんですけど、実際に今の時代に価値があることって、情報ってもうたくさんありますんでね。その情報の中で、実際に行動できる人が、私強いかなと思います。だから、こういった勉強会も私思いついて、コミュニティも思いついたんですけど、ここで実際に行動できるかどうかが分かれ目かなと思って、他の YouTuber さんとかもこれからやるかもしれませんけど、私結構早めにこういったコミュニティを開いてきましたので、もうちょっとね、盛り上がって皆さんが勝てるようになれば盛り上がっていくんじゃないかなと。で、私も仲間が増えていくんで楽しいかなと思いますので、行動は起こしていきたいと思いますので、まず今日学んだことを、ああ、分かった分かったっていうことだけじゃなくて、行動できるくらいまで、やっていただきたいなと思っておりますね。ちょっと今私いっぱいいっぱいで、VIP コースの方はお分かりだと思いますけど、結構一人一人いろいろやってますんで、なかなか時間が取れないんですけど、個別指導もね、これから東京の方は4日間かな、日月火水 と、個別面談と個別指導しておきますけど、ちょっと時間が余裕がないんですけど、慣れてくればもうちょっとね、皆さんに個別で指導する機会だとか、VIP コースという利益が出せるような手法をですね、広めていきたいと思います。まあ、私はやっぱり信じて、ね、ここに来てくれているということなんで、私も知識だとか行動とか利益だとか、トレードを通じて皆さんに恩返ししたいなと思いますし、まあ、そういうところでね、皆さんも金銭的にも時間的にも有意義な人生にしてほしいなという気持ちでやっておりますし、その結果私もね、時間的にも今はちょっと取られちゃいますけど、自由になったり資金的にもね、増えていくというところも、仕組みとしてはありますので、まあ、そういったところでね、皆さんで、信じていただけるのであれば、私もぜひ恩返ししたいですし、それで
ね、皆さんがやっぱりお金とか時間に縛られた生活って、ね、脱却したいですからね、ぜひそのお手伝いをしたいなと思いますし、私もそれを見せることによって ああいうふうにいつでも好きなところに行けるようになりたいなって思う方が実現できるように、ね、お手伝いしていきたいと思いますので、ぜひ、ね、これからもお願いしたいと思います。